今ボタが入場してまいりました。かつてですねムハメダリと戦ったドイツのカール・ミルデバーガーとか、はい、ああいった選手はいたんですけどね、モーラーはやはりあの下のクラスから上がってきてますからね、だからスピードがありますよね、パンチのスピード、動きはそれほど速くないんですけれど、ホワイト・バファローのニックネームを持ちますフランソワ・ボタ、まあ、それをイメージしたこのコスチュームなんでしょうか。怪我のようです。まあこれはシャレで冗談で言ってるんですが、ホワイトバファローは今日では絶滅したかもしれないけど、ここにまだもう一匹残ってるんだぜと、フランソワ・ボタは常々言っています。このホワイトバファローとニックネームが決まる前はザ・タイガーあるいはザ・ボム爆弾ですね、はい、こういうニックネームをついていたということです。IBF 世界ヘビー級タイトルマッチの12回戦、マイケル・モーラー対フランソワ・ボタの試合、今日はヘビー級のタイトルマッチが3つです。この試合の後にマイク・タイソン対イベンダー・ホリフィールドの試合が控えています。現在 IBF 世界ヘビー級のランキング1位、36戦全勝 21KO です。さあそして続いてマイケル・モーラーの入場です。マイケル・モーラーにとりましてはおよそ4ヶ月半ぶりの試合になります。マイケル・モーラーが今リングにその体を入れました。フランソワ・ボタという選手はもう本当にバカなことばっかり言っているとこの記者会見で言っていたんですが、マイケル・モーラー、みんなは俺がしっかりファイトできるということを知っているんだ、マイケル・モーラーそう胸を張ります。このボタっていうのは口渡し者ですね、ボタはあのこのモーラーというチャンピオンは裁判所があいつは裁判所が決めたチャンピオンなんだと、はい、つまりペーパーチャンピオンなんだとこういう悪口も言っています。お前をやっつけてやる、俺のベルトをつけている仮だと。まあモーラーは先ほどのプロフィール紹介の時にフォアマンにね敗れているという紹介がありましたが、ボクシングのおじいちゃんであるフォアマンがお前を KO できるんだから俺だってできるさと、フランソワ・ボタはインタビューで答えてくれました。マイケル・モーラーはそれに対してあの浜さん比較的おとなしいんですよね、はい、それには付き合わないで、まあそうですね、あの言わせるだけ言わせてくるというような態度を取ってますね、うん、まあ我が道を行くっていうんですかね、マイペースなあー表情ではありますね。まあもともと表情の変化あんまり見せない選手ですよね、はい、まあ試合で敗れたこともありまして、そしてそのプライベートな面でもいろいろこう辛いこともあったそうで、それを乗り越えての現在の自分があるんだと言っています。精神的にも自分は大人になったと言っています。前は確か以前はよくね、トレーナーを変えたりとかいろいろトラブルが伝わってきましたよね、はい、でまあ、あのビートたけしさんの映画で、ね、その男凶暴につきっていうのありましたけど、このモーラっていうのはちょっと凶暴性があるんですよ、はい、そういうね、私生活でですねちょっとそういうトラブルがカーッとくるとですねもう何やりだすかわからないようなところがあるんですね、はい、まあそのマイケル・モーラーも現在は28歳、まもなく29歳になりますが、自分が大人になった、精神的にも成長したと言っています。こちらのフランソワ・ボタ、こちらは口は達者です、先ほどから言っていますが28歳、まあ、両選手なんですが188センチ同士、身長は一緒、はい、それから、まあ、現在の年齢も一緒、年齢も一緒です、ね、ということになります、ご覧のように6フィート2インチは188センチです、ウェイト軽量では219パウンドのモーラーは99キロ、ボタは102キロです。リーチはモーラーが10センチ上回っています。まあ、この2人 の調印式記者会見面白かったですね、はい、もうボタがですねモーラーの分まで喋りましたよ ね、 ね、陽気ですよね、ポーそのモーラーの方は非常に陰気っていうかですね、はい、もうなんか沈んでですね、うん、一言ボソッと俺が勝つっていうだけだしたよね、はい、さあジミー・レノン・ジュニアです。We would like to recognize some very special guests joining us in attendance here tonight.Fresh off of their storybook win in the 1996 World Series, please welcome the visiting members of baseball's world champions, introducing the 1996 New York Yankees. アメリカ大リーグの
ワールドシリーズを今年制しましたヤンキースのメンバーがやってきています。あのドン・キングが言うには今回はもう一つのワールドシリーズなんだと、はい、ニューヨークと出身のタイソンとそれから、アトランタをホームとするディフェンダー・ホリフィールドの戦いでもあるということです。Event Television Pay-Per-View The MGM and Budweiser The Undisputed Undefeated King of Beers This bout coming away is sanctioned by the International Boxing Federation The President Robert Lee Sr. Supervisor at ringside Walter Stone Along with the Nevada State Athletic Commission The Chairman Dr. James Nave Introducing to you our judges scoring this bout Chuck Jumpa Glenn Hamada and Stuart Winston. Presented to you at this time, a referee in charge of this bout. Working in this is 91st world title bout. Introducing Mills Lane. All right, fans, here we go with the IBF Heavyweight Championship of the World scheduled for 12 rounds of boxing. Introducing to you first the challenger on my right, fighting out of the blue corner.Entering the ring wearing white trunks with black trim, hailing from Pretoria, South Africa, now fighting out of Newport Beach, California. He weighed in at 224 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with 36 wins, no losses, 21 wins coming by way of knockout. Please welcome the challenger, ranked the number one heavyweight contender by the IBF, introducing the White Buffalo, Francois.Bota. And his opponent across the ring is the defending world champion on my left, fighting out of the red corner, entering the ring wearing green trunks with white lettering, fighting out of and proudly representing Detroit, Michigan. He weighed in at 219 pounds. His record includes 37 wins, only one defeat.30 wins coming by way of knockout. Please welcome the former light heavyweight world champion. And now in his second reign as the heavyweight title holder, he is the IBF heavyweight champion of the world. Introducing Double M, Michael Moorer.まあ、マイケル・モーガーですから、ダブル M って言ってますね。This bout now to give instructions, Mills Lane.IBF 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、さばくのは91度目の世界タイトルマッチ、ミルズ・レインです。いつものように気合の入ったコメントです。ミルズレイン、浜田さん、会場がかなり沸き上がってきましたね、はい、ミルズレインの気合の書き方盛り上がりますね、はい、そしてこの地元アメリカの選手が登場してまいります。チャンピオンマイケル・モーラーにこちら南アフリカのフランソワ・ボタが挑戦します。 IBF 世界ヘビー級タイトルマッチ、まもなくゴングです。さあ試合が始まりました。白のトランクス、フランソワ・ボタ、グリーンのトランクスがマイケル・モーラーです。浜田さん、はい、この試合はどこにポイントを置きますか。まあ、総合力だとですね、モーラーの方がうまいと思うんですよ、ただやっぱりモーラー打たれると倒れるところありますからね、それ一発入れば目が離せないですね。サウスポースタイル、マイケル・モーラー、史上初のサウスポーヘビー級チャンピオン、マイケル・モーラーです。今年の6月に王座に返り咲いていますマイケル・モーラー。ジョージ・フォアマンに94年11月に敗れた後、7ヶ月半のブランクを作りました。そして95年5月メルビン・フォスター相手に判定勝ちで復活を見せています。ボディを叩くボタ、ミロストレート。ボタは浜田さん2パウンド絞ってきてるんですよね。ああ、そうですね。224パウンド、まあ、やっぱり、モーラーが速いんで、それに対抗しようという、心構えだと思いますよね。なるほど。ボタが3キロほどウエイトは上回っています。そしてリーチでは10センチマイケル・モーラーが上回っています。リーチがあります。マイケル・モーラー198センチのリーチがあります。
右シャープです。マイケル・モーラー、じりじりとプレッシャーかけてますね。浜田さん、うん、いいですよ。チャンピオンモーラー、そして相手のボタが打った瞬間避けたら必ず打ってますからね。あまり多くは語らない、リング上で俺のやることを見てくれというマイケル・モーラー。ストッキングオート、バランス崩した、危ない、ガードを崩れます。バランス崩しただけですね、はい、ラッキング一つパンチをかわそうとしたんですが、その時にバランスを崩しました。フランソワ・ボタが白トラックス右を振った、うん、あれはブロックされてますね、はい、フランソワ・ボタはアマチュアとして南アフリカで28のアマチュアタイトルを獲得したことがあります。そのフランソワ・ボタ、おお、あ、右を、まあ、入りましたよ、追い打ちをかけます、入りましたよ、右のストレート立ち直ったか、これ一発当たると分からないですね、分かりますね。今のはちょっと腰がくだけかけましたね、はい、ボタが再三右 の、 あの変則的に打っていってますからね、まっすぐだと避けやすいんですけどね、変則で打つんでちょっと予想しない角度から来てるんですね、はい、打たれ弱いと言われていますマイケル・モーラー、その辺が心配されます。これが初防衛戦、タイトルを取り戻してからの初防衛戦です。まもなく第1ラウンド終了です。またボディ飛び込んでいきました。第1ラウンド終了です。浜田さんどうでしょう、私はこのラウンドボタの10対9です。挑戦者ボタにつけました。私もボタの10対9ですね、はい、モーラが結構相手のパンチをブロックしてですね、いいジャブ出してたんですけどね、あそこでいいパンチ食ってちょっとぐらつきましたね、はい、この試合ちょっとバランス崩しかけるところありますね、モーラーがですね、モーラーですね、はい、挑戦者のフランソワ・ボタがいいスタートを切りました。フランソワ・ボタはザイールで行われました有対フォアマン戦、ランブル・イン・ザ・ジャングルというタイトルがついていた試合があったんですが、それを7歳の時にボクシングを始めたそうですね。もうモハメド・アリは最高だと言っています。フォアマンを倒したのを見た後、お父さんに自分はいつかヘビー級チャンピオンになるんだと言ったそうです。でアマチュア始めてですね、はい、最初の5試合負けたんですよね、0勝5敗ですよね。普通だったらここでやめますよね。ところがやってですね、378勝25敗ですね、アマチュアの28個のタイトル取ったらしいですね、はい、プロでの戦績は36戦全勝 21KO 勝ち。フランソワ・ボタ負け知らず。第2ラウンドに入りました IBF 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦。それから小泉さん、はい、この試合の勝者が次のタイソンとホリフィールドの勝者と3月に対戦するという話もありますよね。そうですね、だからそうするとこの試合勝った方はですね、次またビッグファイトを迎えるわけですね、はい、大方の予想では、戦前の予想では3月はタイソン対このモーラーになるのではないかとこう言われているわけですが、試合は分かりません。まあやっぱり総合力だとやっぱりモーラーの方がうまいですよね。そうですね、ただやっぱり一発でひっくり返る世界ですからね、はい、まあガラスの顎を持ってますからね、打たれ弱さをもっと持っています。右のストレート、この右のストレートで数々の相手を倒してきましたフランソワ・ボタ。92年ですね、11月ですね、はい、これ一晩で3人ノックアウトしたこともあるんですね、3人は正式にちゃんと州のコミッションが認めたボクサーだったそうで、はい、すごい記録ですよね。まあ相手がそれだけ弱かったんでしょうけどね、まあ、全て1ラウンド KO、はい、オート右シャープなのが入りました、まあ、とにかくそれだけスタミナを持っています。エルボーを注意されました。肘を使うなっていうことですね。お互いにジャブの交換です。フランソワ・ボタ、今や南アフリカでの彼の偉大さというのはもうかなり大きくなっているということです。右オーバーハンド、右狙ってますね、危ないですね、狙ってますね。マイケル・モーラーとしてはですね、はい、モーラーとしてはやはりジャブを使ったですね、持久戦長い試合に持ち込みたいですね、というのはですね、やはりトレーナーだったら考えますね。このモーラーの弱点である顎ですね、はい、それを暴露しないようなそういう戦い方ですね、
マイケル・モーラーはペーパーチャンピオンなんだと、真のチャンピオンは俺なんだと、フランソワ・ボタ、それを証明する試合、ね、であると、こう語っています。フランソワ・ボタ、まあ、ボクシングの組み立てはやっぱりボタよりもモーラーの方がうまいですよ、ボタはやっぱり右一発狙いですね。自分は納得できない、あのタイトル剥奪によって自分の評価は下がってしまったと、こうも言っています、フランソワ・ボタ。その疑惑を晴らすための試合でもあると、この試合を位置づけています。フランソワ・ボタです。狙っています、フランソワ・ボタ、ワン・ツー・スリー、身を返しました、ボディです。また右、左から右、ワン・ツーを出します、右狙ってますよ、第2ラウンド終了です。浜田さん、どうでしょう、このラウンドはモーラーの10対9です。モーラーにつけました、モーラーの10対9です、はい、私もですね、10対9でモーラーですね。あ、そうです、このラウンドジャブをよく使ってですね、はい、ジャブがそのダメージ与えてますよね。でコンビネーション、そのボディも打ってますし、一方そのボタの方のパンチはですね、それほど有効ではないですね、はい、フランソワ・ボタです。まあ今やですね、南アフリカ市民権運動のあのネルソン・マンデラ氏の代理をこう追うほどの大物になってきているという、そういう評価さえあります、はい、今カツを入れているのがあのトレーナーでありマネージャーの、スタリン・マカーシーですね、はい、かつて選手だったそうですよね、うん、あ、マクファーソンですね、はい、彼がね、記者会見の時に面白いこと言ってみんな笑わせましたね、そのホワイトっていうのはね、試合が戦えないんだと、はい、とかそれはアメリカンホワイトの話で、彼はサウスアフリカのホワイトだと、南アフリカのホワイトはその戦えるんだと、はい、強いんだって言ってましたよね、みんな大笑いしましたけどね、まあ、フランソワ・ボタも常々自分のことをあの自分はアフリカンアメリカンなんだと言っています、はい、しかし、国籍は現在南アフリカ、住んでるのがアメリカということで、アメリカンアフリカン、あ、アフリカンアメリカンなんだということです、はい、おっと左あった、右返す、チャンピオン、さっきのラウンドからモーラーの、 あの体が揺さぶってきましたからね、はい、いいリズムになってはきてますよ。先ほどボタのコーナーですが、指示が飛んでいたのは右を打ってその後後ろに引くなと、こういう指示を出していたようです。だから右を当てて交代するとですね、相手はそこをつけ込んで出てきますから、はい、右を当てたらですね、相手がのけぞったらすぐ入れっていうことですね、なるほど、はい、前出て出ろっていうことですね、モーラーが入ってきます、モーラ右ロープを背負いました、フランソワ・ボタ、浜さん動きが止まりましたね、うん、まあ、いいボディ打っていってますからね、ボタはあの右ジャブにちょっと苦労しそうですね、はい、それと、ボタの方は右を思い切って打ってるんで、疲れ方もこの分だと早いですよ、はい、今回はかなり体調がいいんだと言っていますが、それにしてももともとあんまりスタミナは持っていないと聞きます、このフランソワ・ボタ、インサイド入りました、右のストレート、マイケル・モーラー飛び込んでいった、フランソワ・ボタ、おっと頭が当たったか、あと1分あります、第3ラウンド、おお、聞いてますね、モーラーが避ける、モーラーが追いかけます、聞いてますよ、モーラーのラッシュ、まだ時間はたっぷりあります、さあモーラー一回引いた、いい右肩が当たりましたが、まだ効いてますよ、詰めていきます、右、あー効いてますよ、いい右です、効いてます、効いてます、取り置きます、あー動きは完全に止まりました、フランスを持った、南アフリカの誇り、ここで試合ストップか、いや、ダメージはまだあります、モーラーの動きも止まりました、モーラー、ボタが返していきます、ダメージ、いやでもダメージ相当あります、はい、さあこのラウンドまもなく終了ですが、しのぐことができるか、ぐらついています、フランソワ・ボタ挑戦者、イーグルスレート、これコンデットでコンデ、第3ラウンド終了です。いや今日一番の沸き返り方です、 MGM グランドガーデン、小泉さん10対8ですね、はい、
まあ、ダウンこそありませんでしたけれど、ダウンに近いダメージを与えてますね。なるほど、一方的だったですね。モーラーのダウンはなかったけれども10対8。浜田さん、私も10対8です。あ、やはり10対8をつけますか、はい、もう一発当たればダウンしますね、ダメージは。こちらがボータのコーナーです。だからヘビー級の選手というのは常にお客さんにですね、そのノックアウトを求められるんですね、まあ、それがですね、無差別級、最上流級のですね、その、まあ、義務だと言いますかね。今浜田さん、はい、太田が先にかかっていって途中で躊躇しましたね。体がちょっと立ったんですね、はい、打っていくところに体が立ったところをモーラーの右フックを送ってしまいましたね。あーちょうど一番効きやすいタイミングで食いましたよ。さあ第4ラウンドです。挑戦者フランソー・ボタ、3ラウンドはなんとかしのぐことができました。第4ラウンドどうでしょう。チャンピオンマイケル・モーラー初防衛戦、いい感じで立ち上がりました。あの角度だと左こめがみ打たれましたね、ええ、だけどボタもタフですね。そうですね、頑張りましたね。これはグローブの上です。右のストレートが入った、クロスで入った、そして追い打ちをかけます。焦りません、1回引きました。まだボタは回復してないですよ、はい、ワンツー。ボタはインサイドから打ちました。距離を詰めます。モーラーも攻めるとき自分の顎を露出しないように上げないように気をつけないとですね、はい、一発食うとまた逆転ありえますね。なるほど。ヘビー級史上初のサウスポーチャンピオンマイケル・モーラー、顔面を打ってきました。これはブロックしました。マイケル・モーラー、フランス・オボタ、もう一回ぐらついています。挑戦者ボタ、今度は本当に王座につくことができるのか。ボディ、これはファーリング払いました。非常に苦しいこの第4ラウンド、挑戦者じっくりじっくりマイケル・モーラーは行っています。モーラーのいいペースになってきましたね、はい、ドイツにおきましてアクセル・シュルツに12ラウンド判定勝ちでこのタイトルを取り戻しましたマイケル・モーラー。ドイツのドルトムントで行われた試合、かなり大歓声の中行われたんですが、さあボタが反撃か。今日のこのイベントにドイツのカメラチームもね、来ております。我々の放送席に前の陣取りまして、このおそらくマイケル・モーラー注目の一戦をライブで放送していると思われます。前がドイツ語、後ろがフランス語左前がですね、メキシコですか、スペイン語ですよね、はい、おそらくテレビの前の皆さんには届かないと思いますが、我々の周りは本当にこう肉声が届いてきますので、いろんな言葉が交錯しています。今回は中国からもカメラが乗り込んでまいりまして、中継を行っています。この放送は最終的には100カ国を超える国に流れていきます。大きなイベントです。だからタイソン・ホリフィールドっていうのはやはりホリフィールドの名前があるからこれだけ大きなイベントになったんでしょうね。そうですね、もう席はほぼ満杯になっています。 MGM グランドガーデン1万6000を超えるキャパシティ。あ、第4ラウンドモーラーは詰めていくことができませんでした。まあ、まだ大事に戦っているところありますね。なるほど、まだ焦りはまだないですというところでしょうか。第4ラウンド終了です。浜田さん、このラウンドどうでしょう。モーラーの10対9です。チャンピオンにつけました、はい、私も有効なクリーンヒットはモーラーの方が多かったと思いますね、はい、ただしボタがですねやや回復してきましたよね、ホリフィールドです。ホリフィールドもこの彼のヘビー級での中では2番目に重たいウェイトでこの試合臨んできています、はい、まあパワー負けしないためかもしれませんけどね。ディフェンダーホリフィールド、ちなみに一番重たかったのが、ボータイホリフィールドの第2戦ですね、はい、217パウンド今回は215パウンドの重さ98キロです。まあベストの仕上がりに近いでしょう ね、 そうですね、調子良さそうです、タイソンも一番重たく222パウンド101キロということは、タイソンが久々ぶりに自分より軽い相手と対戦するという今日の試合です。そのタイソン戦はこの試合の後です。 IBF 世界ヘビー級タイトルマッチ、現在リング上にはマイケル・モーラーチャンピオン、そして挑戦者フランソワ・ボタ、この2人、ここまではモーラーペース。
ダウンこそまだ見られませんが、モーラーがダウンに近いダメージを相手に与えています。右を強烈に振っていきます。ボーターにとってはこの右が頼りです。本当に右の一発が頼りですね、そして疲れてきてるんで、いいパンチを連打するだけの、はい、余力はまだ残ってないですからね、やっぱり一発に力を込めたい方ですね、はい、いや、あの右フックは気をつけた方がいいですね。そうですか。そのモーラーもですね、あのパンチをこめかみなんかにテンプルに食うとですね、効いてしまうことありますね。ガード隙をついてパンチを入れ込んできます。フランスオーボーター、インサイドからワンツー、右のフック、このボディ、ちょっとベルトライン低いか、注意はありません。まあ、セコンドが頭を打ってですね、頭を動かしてそれで攻めろって言ってますね。大きく振りました。一発狙いですね。そうですね、疲れてきましたよ。比べてモーラーはじりじりと距離を詰めていきました。不気味です。またモーラーが行きます。このラウンドボタンよく手を出してますね、はい、フランスはボタンにとってこれが世界戦2度目です。一方のマイケル・モーラーは下の下のクラス、ライトヘビー級でのタイトル防衛戦がかなりありますので、14勝1敗という世界戦の成績が残っています。その1敗というのがフォアマンに敗れた1敗です。そのうち12の KO 勝利。マイケル・モーラー、パンチはやっぱりありますよ、とにかくライトヘビーの時代は倒し屋でしたからね、小泉さん。そうですね、デビューから確かずっと KO 記録続けてたんですよね、はい、まあ、WBO のチャンピオンと言いながらですね、右のストレート、左のアッパー、しかし自分ではやはりヘビー級でやりたいということで、間のクルーザー級を飛ばしまして2階級一気に上げてまいりました。このヘビー級、マイケル・モーラー、右、このラウンドボディから顔面にうまく打ち分けてますよ、もう一度詰めていきます。浜田さんが練習を見ながらしじみじみ言ってましたもんね、モーラーはうまいと。まあ、その通りなの、小さくボディを打っておいて、そして顔面に右フックを返してますよね、左のフック、今度は右ボディ、右のストレート、まもなくゴングです。第5ラウンドを終えました。水をかけてもらいます。フランスはボタン、さあ浜田さん、第5ラウンド、このラウンドもモーラーの10対9です。はい、私もモーラーのラウンドですね。そうですか。ただですね、このラウンドはちょっとクエスチョンマークラウンドですね、はい、手数は圧倒的にボタンの方が多かったんです、ところがラウンドの終盤、そのパンチを全部ブロックして、で終盤にショートレンジで細かいパンチを当てましたね、はいはい、それの方がクリーンヒットしてました。だからまあボタンのラウンド、モーラーのラウンドにしましたけどね、はい、あのフォアマン戦を見た方も覚えてらっしゃると思いますが、あのこのモーラーがノックアウトされる瞬間、左側に映っています、トレーナーのテディ・アドラスさんが画面の左端にね、はい、映っておりまして、この表情まだ覚えてらっしゃる方がいらっしゃると思いますが、今回はですね、昨日の計量会場でプレスの人と大喧嘩をしまして、テディ・アドラストレーナーが、はい、人騒ぎになったシーンもありました。第6ラウンドです。まあ、そのテディ・アトラスがですね、明日まで待つなと、明日では遅いぞとマイケル・モーラー赤コーナーに詰めていきました。一旦はフランソワ・ボタ、95年の12月アクセル・シュルツに勝ちまして、タイトルを手に入れたかに見えましたが、1ヶ月後ステロイド使用という、ドラッグテストの結果が出てしまいました。自分ではそれを否定しておりますが、タイトルは剥奪、それをまた求めにこのリングに上がっていますフランソワ・ボタです。腕のリハビリを助けるために医者が処方してくれたものだと反論しているわけですが、それでもタイトルは剥奪となってしまいました。ライトヘビー級時代のモーラーはもっと倒し屋だったですね、はい、特にあの右のアッパーの顔面打ちですね、顎を突き上げるパンチ、あれがノックアウトパンチだったんですけどね、はい、
今ちょっと自分の弱点の顎を守るためかテクニシャンになってますよね、はい、88年5月にチャンピオンマイケル・モーラーはプロデビューしました。そのデビューから26戦連続 KO 勝ち。92年の2月にマイク・ホワイトという2メーター8センチの選手に、まあ、ダウンは奪ったんですが1ラウンドと10ラウンドダウンを与えてですね、まあわやノックアウトなんですけどね。浜田さん、あのエキサイトマッチでそれを放送したんですけど、はい、印象的でしたよね。まあ相当な身長差ありましたからね、まああれは致し方なかったかという気もしましたが、とにかくそれほど、このマイケル・モーラーという選手は倒し屋でした。もちろん今もそうです。まあ、やっぱりヘビー級に上がって相手が大きくなったっていうのもありますよね、タフな選手が多いですからね。もうこれは仕方ないと思いますよ、はい、あ今のパンチは強かった。第6ラウンドマイケル・モーラー、あのフォアマン戦の屈辱があります。したがって慎重に攻めていくという頭もあるのかもしれません。とにかく浜田さん、はい、フォアマン戦は、語り継がれていますが、9ラウンドまではこのモーラーがね押しに押していたわけですからね。一方的でしたね、フォアマン疲れてしまってもう手出せないなという状態まで持っていきましたからね、はい、あれでまさか一発で大逆転するとは思わなかったですね。10ラウンド逆転一発右をもらいまして、フォアマンがその試合勝利を得ました。あれも思えば、おっと小泉さん、この MGM グランドガーデンなんですよね。そうなんですね。そういったビッグイベントを数々最近では手掛けております MGM グランドガーデン、今回はその中でも最大のビッグイベントかもしれません。第6ラウンド終了です。またトレーナーに怒られてますね、モーラーが。なぜ行かないんだっていう感じですね、まあ、ポイントとしてはモーラーのポイントですね。文句ないでしょう。10対9ですね。浜さん、私もモーラーの10対9です。はい、そうですね、サウスポーの。ただですね、もう左のパンチ出さないんですね、自分の顎をカバーするために、はい、あれ左出してそれで右をガーンともう切り返すとですね、そういう本当ノックアウトパンチになるんですけどね。こちらがモーラーです。ボタが言っていたんですが、モーラーはちょっとあの爪が強くないところがあると、はい、その辺が彼の欠点だろうなと相手を分析していたんですが、確かにそういう試合は何試合かありましたよね。ヘビー級になってから本当にテクニシャンに変身しましたよね、その分キラーインスティンクと言ってた、まあ、殺戮本能、打倒本能っていうのがちょっと少なくなってきたように思います、はい、第7ラウンドです。 IBF 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、右のフランソワ・ボタはこのモーラーに勝たなければタイソン戦は全く意味がなくなってしまうんだ、次に控えているタイソンとの試合、それが予想されているわけですが、それはもう全く意味がないんだとこう言っています。インタビューでもタイソンのことを先に聞かれるんですが、まずこの試合が終わらないとそんなことは考えられないとも言っています。これはモーラーについても一緒です。モーラーも勝てばタイソン戦が待っているわけです。おー、リュック、強烈です。今いい感じで入りました。今一つフェイントをかけてですね、ちょっとダッキングして右に上に返すのなかなかいいですね。ボディブロー左ストレート打つといいんですけどね、その後に右フックを返すといいんですけどね。右のリーチを伸ばします。ボタのパンチはカバー。ボタが相当疲れてきましたから、疲れてきた時のボディブロー効きますからね、マイケル・ボーラーはタイソンのこともよく言われるが、今はこの防衛戦に集中したい、ボタをまず倒さなければ自分はその先がないんだとこうも言っています。同じような気せずして同じコメントです。絶対に王座は明け渡さないとこうも断言していますマイケル・モーラー。おっとぐらついたか、後ろ引きます。あー、相当疲れてますよ、ちょっとバランスが、足元がおぼつかないですね。もう疲れてきましたね、ですからこの時に、まあ、あのボディーブローをまめに打っていくと相当効いてきますから。フランソワ・ボタはスタミナをつけるために今回のインターバルではよく走ったと言っていますが、手術戦の時はほとんどスタミナがなかったとも振り返っています。今回は走ったからスタミナは大丈夫だと言っていますが、かなりそのスタミナ切れてきました。今回は何ヶ月走ったんですかね。やっぱりもう何年も走って、そして試合に出るわけですから、前回の手術戦から11ヶ月のインターバルがあります。その間には裁判もありました。あ、お客さんが沸き始めました。さあ倒せということでしょう。太田が残っている力を振り絞って反撃してきましたね、反撃に転じました。ミラッパ、これは当たっていない。
これにお客さんが応えます。さあモーラーも打ちに行くか。モーラーのうまくブロックしてます、ええ、これもブロック。ショートレンジ、モーラーが押していきます。ミッ、ミロボディブロー、大きく振った、外からのスイング気味です。ちょっとオープンビロブローに近いような感じのフランスはボタン。さあ残りのラッシュ、おーいいですよ今のは。右を出しました、また右、グローブに当たりましたがわずかに肌に当たったか。第7ラウンド終了です。ルー・デューバートレーナーがのし上がってまいりました。こちらチャンピオンのマイケル・モーラー、そしてテディ・アトラス。ポイントは10対9。あーすごい差し入れてますね。やる気がないんだって試合止めてしまうぞって言ってるんですね。戦う気があるのかと。もうこれだけ勝ってるのにですね。あものすごく演技派ですね、このトレーナーは。ポイントとしてはですね、ボタが攻めてはいたんですけれど、有効なクリーンヒットはモーラーの方が多かったですね。私はモーラーのラウンドにします。原田さんはどう見ました？私もモーラーの実体9です。あ同じですね、はい、うまくというかよくボタが打ち返したんですけどね、はい、ほとんどブロックされましたからね。試合は第8ラウンドに進みます。 IBF 世界ヘビー級タイトルマッチ、ラスベガスのリングサイドから衛星生中継で日本の皆様にご覧いただいています。行けよ行けよ、何やってんだっていう感じでトレーナーに勝ち入れられましたね、モーラーですね。さあその勝ちがどうでしょう。ボタの方に、反撃されたということでカッカ来てるんですね、セコンドの方も。あは、割と先ほど葉っぱをかけていたテディ・アトラスさんもこう喧嘩っ早いというか、昨日喧嘩したばかりですが、あそうです、ね、カットしやすいタイプですからね。本人が試合している気持ちになってるんでしょう、普段は非常にこう受け答えとか真摯な態度なんですけれども、カットするともう選手のように見境がなくなってしまいます。これだけもう倒しのペースに入っていて反撃されたのが納得いかなかったんでしょうね。なるほど、その辺ある程度先ほど小泉さんがおっしゃった通り演技もあるのかもしれませんね、葉っぱを向けるね。さあその葉っぱに発奮しましたが、マイケル・モーラー大足が速くなってきました。まあ、第1試合と同じですね。 お客さんはノックアウト見たいんですよね。そうでしょう、ここで畳みかければいいんですけどね、何しろこのイベントヘビー級が3つ並んでるわけですからね、3つのノックアウトを期待してお客さんは来てるはずです。ボタのパンチは入りません。あ右、相手のパンチが下がるところすかさず右を返していきました。モーラーです、ボタが下がりました。ここでボディ打ってから顔面に返すといいんですけどね、ボディ、まあ、ボディ打つとそう倍効きますからね、ボタのこの動きを見ていますとミルズレインも途中で止めかねないような感じになりつつあります。モーラーがじりじりと攻め込んでいきます。ガードの上を叩きますが下がるのはボタです。左から右コンビネーションを使う。さあチャンスか、まだ1分近くあります。ここで一緒になってクリンチしちゃい感じね、あボタも反撃、右が左、あーっとパンチが入ったか、左が右、打ち合いになります。これはスレーバック入ってはいません。ワンツーも空振り、これだけ一方にやってる時に反撃許したい、ね、あーっとフランついたパンチが空を切ったところで足を取られました。かなり浜田さんこれもうスタミナロスしてますね。疲労度もあるんですね。左のフック、右が出した右がクロス気味に入りました。疲労度はもうモーラーの何倍もありますよ。右のボディブロー、あー右カウンター、軽く入った感じです。しかしここでゴング、第8ラウンド終了。フラフラのフランソワボタを倒しきることができません。マイケルモーラーチャンピオン。かつてですね、ジョー・フレイジャーやそのモハメダリと戦ったカナダのジョージ・シュバルというのがいたんですね。
このフランソワ・ボタというのは南アフリカのシバロですね、はい、なかなかタフですね。そうですね。マイケル・モーラー出身はマイク・タイソンと同じニューヨークはブルックリンです。そしてホームタウンはミシガンのデトロイトをホームタウンとしています、はい、だから最初エマニュアル・スチュアート彼のですねクロンクジムにいたんですね。名門ですよね、はい、でエマニュアル・スチュアートがマネージャーだったんですね、はい、プロモーターがディノ・デュバーですのでそのお父さんのルー・デュバーが、はい、セコンドについています。チーフトレーナーはテディ・アトラス、今葉っぱをかけていた方です。さあ試合は第9ラウンドに入ります。だからこのカードはですね、他のドンキンプロモーションだけでなしにですね、はいはい、ゾルキンはトップランクと契約してますね、そしてこの、モーラーはですねメインイベントと契約してますね、はい、だからそういう協力を仰いでこれが出来上がったんですね。大きな、まあ3社が競合相乗りしたという感じですよね、はい、仲良く手を結んだという攻撃。おっと右相手のパンチはブロックして右を返しました。モーラーいい動き、さあボディだ、いよいよ詰めに行きますか。第9ラウンド、このラウンドはパンチ集めることができればダウン取れますよ、ガードを下げさせることですね、はい、ボタンのボディ打っていってガード下げさせて顔面オンにパンチを集めればこれだけ疲れてるんですからダウン取れますよ。モーラーが詰めていきました。先ほども葉っぱをかけられていましたがその内容が手元に届きました。フランソワ、フランソワボタはお前と同じかそれ以上に苦しいんだと、はい、お前の方が点数が少ないんだぞと、お前負けてるんだぞって言ってんですね、そんな葉っぱをかけられてることはないんですけれど、はい、まあこの表情を見ていれば自分と同じように苦しいのはもうはっきり手に取るより分かってるでしょう。もう倍以上苦しいですよ。でしょうね、はい、その苦しさを顔に表しています。隠すことをしません。フランソワ・ボタ、マイケル・モーラー、この一発さえ避ければかなり勝利は濃厚な感じになってきましたと言いながら浜田さん、はい、ジョジョ・フォアマン戦もこうやって実況したんですけれども10ラウンドに捕まったわけですからね、まあ、そうですね、その鉄はもう二度と踏まないというマイケル・モーラー、まあそうですね、二度同じことを繰り返しちゃいかんですけどね、はい、いかんですけどやっぱりこの展開になるとノックカードダウンみたいですね。ですね。ボータのこの動きは誘ってるのかあるいは演技ではないのか。いや相当疲れてますでしょうね、はい、この空振りした時のこのグラスカードが激しい、ユックカウンター入りましたから、さあショートで詰めていきました。効いてるんですよ。さあミルトリーが止めるのか、いや反撃する、打ち返してますからね、打ち返してますからね、ボディーブローです。フランソワ右カウンターになった、ナイスマッチ。フランソワボタン、さあ疑惑の証明はできるのか、このまま負けてしまうのか。マイケル・モーラーの8防衛戦、左から右、しかし頑張りますね。この次にはタイソンかあるいはホリフィールドが待っています。マイケル・モーラー3月の試合になんとかこぎつけたいところです。この IBF のベルトを取って、そしてそのまま3月に向かっていきたいマイケル・モーラーです。いやタフです、さすがホワイト・バッファロー。コベゴング第9ラウンドも終わりました。まず浜田さん、このラウンドもモーラーの10対9です。スタンディングオベーションです。 MGM グランドガーデン、私もモーラーの10対9ですね、はい、そのいい右フック当たりましたね。ワンサイドゲームダウンしないっていうのはですね、やはりこのボタっていうのはタフですね。そうですね、もうボタは今汗ボタボタですね本当にそんな表現がぴったりです。浜さん、いいパンチがいくつもありましたね、今回は、ね、このラウンドは。これでボタが打ち返してきたところ、勝負をかけることなんですけどね、そうすると人気出ますよ、モーラーは。先ほど劇が飛んでいましたボタのサイドですが、あと3ラウンドで勝利だと、はい、こういう劇を飛ばしていました。まあ、お互いですね、励まし方が違うんです ね、片方勝ってるはずのモーラーの方がですね、お前は負けてるんだと、で一方、このボタの方ですね、そのまあ、あと3ラウンド頑張れと、試合捨てないようにですね、
なんか浜田さん、分かりますね、はい、ボタというのはこう持ち上げれば持ち上げるだけこう上に上がっていってしまう、まあ、調子が伸びる選手のような感じですからね。この選手はインタビュー好きでしたからね、ムードにやっぱり乗りますよね。そうですよね。あ、ちょっと今ローブローだったか。逆にモーラーはこう、ボタの胴に対して正という感じですから、逆に激しく葉っぱをかけなきゃダメなんでしょうね。常に表情変えないですね。ああ、右カウンター、お互いにカウンターになった。完全にきっちりとヒットしませんでした。先にボタのパンチ、さらにモーラーのパンチ。モーラーもこの回力んでますよ。はい、右顎上がった。モーラー詰めていきます。やっぱり両方のセコンドも技術的よりも精神的に葉っぱかけてるんですね。さあ、その葉っぱ、あと3ラウンド、この第10ラウンドは残すところ2分です。1分が経過しました。この右の大きなパンチがほとんどスイングといいましょうか、浜さん、オープンブローに近いような感じです。ですから、ナックルが当たってないんで、はい、見た目よりもそんなに効きはしないんですけどね、ちょっと力任せというようなパンチがもう疲れてきてるんでですね、やっぱり思い切り振ること以外はできないんですね。なるほど、はい、まっすぐのパンチっていうのはなかなか打てない状態ですね。今こうきっちりと脇を締めるのはかなりの疲労度で難しくなってきますか。今ストレートするのは難しいんですよ。あ、まあ、一番速いパンチではありますけどね、さあ、また詰めていきました。左顎をこすりました。マイケル・モーラーインサイドに完全に入り込めています。マイケル・モーラー顔面にワンツー、しかしそれにひるまずモーラーが詰めていきます。ヘビー級史上初のサウスポーチャンピオンマイケル・モーラー、一度はフォアマンに明け渡したそのタイトル、それを再び取り戻しました。その初防衛戦です。残り50秒切ります。あ、右カープナ右です。バラミギカウンターになりました。あ、効いた、これは効いたようだ、これは効いたようだ。ここさあ、マイケル・モーラー、この左ストレート、インサイドからボーターは力任せ。しかしボーターはしぶといですね。しぶといですね、本当に。ちょっと効いたところを続けないと倒れないですね。一発じゃ倒れないですね、はい、右シャプラ右突き刺すような右です。傷ついた闘牛をあとは倒すのを待つだけというような感じで攻め込んでいきます。モーラー、また右シャプラ右が入っていきます。ハンドスピードを利用しまして速い回転、ただ打ち返しますからレフリーもちょっとストップできないですね。止められないんですね。第10ラウンド終了です。これではいくら止めるのが早い、この試合は見るづらいんですが、たとえリチャード・スティールでも止めることはできないでしょうね。うん、そうかもしれませんね。リチャード・スティールだったらさっきのラウンドの最後の10秒、あそこでストップしたかも分かりませんね。それだけ早いというリチャード・スティール、先ほどのレフリー浜田さんどうでしょう。このラウンドも10対9でモーラーです。はい、お二方とも並んでいます。ということはボタが取ったラウンドは第1ラウンドだけということになります。第3ラウンドはボタはこの3ラウンド目にはダウンを喫しました。ボタサイドのコメントはあと6分だ、あと6分で勝利だ、同じような励まし方です。あと6分、あと2ラウンドだということです。この励ましがどこまでこのボタを乗せてくれますか。まあ、ただ分かりますよ、選手も、ポイントは決して取ってないということは、それは分かりますよ、ただやっぱりここまで来ると倒れてなるかっていう執念ですね、はい、いや、お客さんがですね、ラウンドが起こるごとに終わるごとに拍手しているのはやはりボタの頑張りに対する拍手ですね。そうでしょう、試合してずによく頑張ってますよね、タイム、あ、チェックさせます。あっと、ワセリンが押し切るんですね。ああ、なるほどなるほど、何か皮がついてるようにペロッとなんか、梨の皮でもついてるような感じでそれを取り払いました。11ラウンド、また汗が飛び散りました。強烈なファイト、いいパンチ入ってるんですけどね、右のショートボタも入れます。ボタのしかしは完全にブロックされています。体格負けしている完全にモーラーなんですが、それでも押していきます。ただ
モーラーのパンチはですね、ヘビー級の選手としてはですね、それほど強くないんだと思いますね。はい、なかなかアキュリットと言いますか、正確ではあるんですけどね。はい、モーラーカウント2階級下の選手です。パンチなくはないですけどね、はい、一発で決めるパンチはヘビー級としてはないですよね。それに加えてこのボタのタフさですね。そうですね。それがアウト、滑った、足を完全に取られました。足元がふらついています。おーた、また足を滑られました。相当な疲労度ですね。先ほど私3ラウンドにダウンを喫したと言いましたけども、3ラウンド目はダウン相当の10対8を取ったということですね。ついダウンと言ってしまいました。右です。あっとカウンター気味に入りました。右のストレート、今度は左、さあ決め、今度こそかかります。ここで引くから相手は打ち返してくるんですよ、ね。コンビネーションブローで詰めていくことはできないか。おお、あとっとフレンチ、右フックがいい角度で入りますね。あと1分あります。相打ち、モーラーの強い、また右です。このラウンドをもっと続ければダウン取れますけどね。はい、チャンスですよね。ラジオで叩く、ボディを叩く、一つダッキングサイド動きました。また右、休ませないで打てばダウン取れますよ。これだけ疲れてるんですから。ボディブロー、あっと低い、注意はありません。わー、右打った、強烈だ、こう一番の強烈だ、パンチが入りました。ダウンです。これで立てるか。おー、立ち上がる、立ち上がりました。しかし、裏ついています。入りましたね。ここで止める可能性もある。ミルズレインは続行、命じました。11ラウンド、あとわずか、まだ倒すチャンスはある。このラウンドふらついています、ふらついています。足、いや、まだ続行です。左を返しました。右のストレート、同じか回る、これは OK。 試合はどうだ、試合はどうなるんだ。ダウンですね。ダウンです。ダウン取りました。足元がおぼつかない、ふらついています。2度ダウンしましたね。2度のダウンがありました。ゴングと同時と判断しましたね。そうですね、10対7。11ラウンド10対7がつきました。浜さん、もちろんダウン2度ですから10対7です。だから2度目のダウンをですね、そのラウンド内ゴングと同時と見たんですね。はい、だからそこでカウントを続けたわけです。なるほど。まあ、ルールでは先ほどご紹介しました IBF ルールというのは、どのラウンドもゴングには助けられないというルールですからね。カウントはそのまま続行されます。まあ、ボタは本当倒れてしまえば楽なのにと思いますけど、意地ですね。しかしミルズレイン、ここで止めませんでしたね。まあ、そうですね、まだ立てるという、まあ、ボタのタフさを見たんでしょう。フランソワボタサイドはまたあと3分だ、これで終わりだというコメントを飛ばしました。ラストラウンドです。さーっと試合一つだ、ました、試合終了です。まあ、これ以上やっても同じということでしょう。あと3分はボタにはありませんでした。いいストップだと思います。ヘビー級のサウスポーチャンピオン、初防衛に成功です、マイケル・モーラー。ラストラウンドの3分はフランソワ・ボタにはありませんでした。まあ、これは止められても仕方がない内容ですね。まあ、これだけダメージ残ってるんで仕方ないでしょうね。まあ、これ以上はやっぱりいくらタフなボタといってももうやらないわけですね。これから先は危険になりますからね。そうですね、疲れているところにあれだけ集中が打たれるとですね。マイケル・モーラーが取り返したこのタイトル、初防衛に成功いたしました。タイトルを取ったのが96年の6月アクセル・シュルツに12ラウンド判定勝ちで空位でした IBF のこのタイトルを手に入れました。そして4ヶ月半ぶり防衛戦を行いまして、このフランソワ・ボタ相手に12ラウンドテクニカルノックアウト、試合をストップしました。手元の時計では多分18秒だと思いますが、まあ、30秒は過ぎてなかったですね。そうですね、もう熱いままという感じでしたからね。また後ほど正式なタイムはお届けしたいと思います。
こちらがテディ・アトラスレフリーです。あ、失礼、トレーナーです。顔も随分浜田さん腫れてますね。まあ、これだけ打たれるとやっぱり腫れにくい選手でも腫れますよ。モーラーはもう今はヘビー級のハードパンチャーじゃないですね。うもうテクニシャンですね、サウスポーの、はい、だから詰めるところを詰める、もう一つのですね、その必殺パンチっていうのはないですね。ただ正確なあの強いジャブをですね、よく有効に使って、はい、たまに右フックよく当ててましたね。And gentlemen, we have the time of 18 seconds in round number 12. A referee in charge, Mills Lane, had seen enough. He stops the contest, the winner by way of technical knockout, and he is still the IBF heavyweight champion of the world, Double M, Michael Moorer. Michael Moorer, 初防衛に成功です。まあ、レフリーはこれで十分と見て、ここで12ラウンド18秒でストップをかけたというアナウンスですね、はい、IBF のベルトが再びマイケル・モーラーの胴に巻かれました。先ほどと同じようにこの勝ちましたモーラーのインタビューがおそらく同時通訳で聞かれると思います。まあ、しかしフランソワ・ボタはこれで、まあ、自分が言っていました疑惑の証明、あるいは自分が本当の真のチャンピオンだという証明はできなかったわけです。マイケル・モーラー、これで小泉さん、まだ正式な発表はないんですが、タイソンかホリフィールド勝者と3月にタイトル、はい、お互いのタイトルをかけた試合が行われるのではないかと言われているんですが、そうですね、それがまあ暗黙の了解ですよね、だからまあ名イベント済んだ後、このモーラーがですね、その勝者の、対決することになるでしょうね、はい、おそらくこのイベントが終わった後、そういった発表が前回と同じようにあるでしょうね。これは今回も、ね、ボタはもう早々にドレッシングルームに引き上げます。敗者は語ることなしというところでしょう。大歓声ですね、やはりこの頑張りに対してですね、ファンがスタンディングオベーションですね。わかりますね。まず神に感謝したいと思います。自分の息子にも元気だ、愛していると言いたい。彼が話してたところでは相当タフだと予想していたから、予想通りでした。当たりそうもないパンチが当たったということはどうでしょうか。彼のパワーが感じられるパンチもいくらかあった。しかしそれでもそれほど当たったわけでもないし、心配はしていなかった。この次の3月は試合があるんですよね。もちろん多分体はちょっと疲れていると思うけれども、結構難しい試合だった。インタビューは続いていますが、こちらで、マイクの方を引き取りたいと思います。まあ、結構強いパンチもあったけど自分は受け止めたんだって言ってますね。そうですね、まあ、ボタのタフさはもう自分はもう予想してたんだと、はい、だからこういうタフな試合になることは自分は予想してたということを言ってますね。浜田さん、どういう印象を受けました。はい、モーラーが、まあ、3ラウンドにダウンに近い攻撃あって早いかなと思いましたけど、やっぱりボタがタフだったんでこれだけの試合になりましたね。